大井町線は、東京都品川区の大井町駅と神奈川県川崎市、高津区の溝の口駅とを結ぶ、東急電鉄が運営する、鉄道路線である。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーは、オレンジ、路線記号は OM。大井町駅から大岡山駅、自由が丘駅、二子玉川駅を経て、溝の口駅へ向かう路線である。南北放射状に伸びる東急の各線との、 乗り換え駅が存在する。二子玉川駅溝の口駅間は、正式には、田園都市線の複々線区間である。1993年以降、田園都市線の混雑緩和のために、同線のバイパス路線としての機能を持たせる改良工事が行われた。一部列車で、田園都市線、詐欺沼、長津田、中央林間方面との直通運転を実施している。大井町線は、品川、 太田目黒世田谷の各区の住宅密集地を走っている。また、東横線と接続する自由が丘や田園都市線と接続する二子玉川駅周辺は住みたい街ランキングの上位にランクインすることもある。起点の多い街を西に向けて、高架で出発する。右手には東日本旅客鉄道の東京総合車両センター、及び同社の社宅があり。 山手専用の電車などが留置されている姿が見える。過信名の生誕では、足元を、品、鶴線が、頭上を、東海道新幹線が通る三層の立体交差となっている。なお、品、鶴線のこの地点は、旧蛇久保信号場にあたる。右に、都立大崎高校を見て進み、左カーブに差し掛かるところが、戸越公園、上り勾配で、 国道1号をまたぐとそのまま高架の中、のべえ。その国道1号の地下を、都営浅草線が通っているが、一旦改札を出て、乗り換えが可能である。またこの区間は、東急線で最初に立体化された区間でもある。一旦地平に降りた江原町では、暗渠化された立会川が直下を流れる。再び高架に上がると、池上線をまたぐ旗の台である。旗台を出ると、 中原街道と環七通りを相次いでまたぎ、北、先属を経て地下構造の大岡山へ侵入する。大岡山駅には目黒線も乗り入れており、方向別ホームとなっている。駅前には東京工業大学が、駅の直上には東急直営の東急病院がある。駅を出ると右に大きくカーブしながら、地下から一気に高架へ登るが、気象条件次第ではここから、 富士山を望むこともできる。この区間は線路の両側を東京工業大学の敷地に挟まれた形となっており、左手にはグラウンドが、右手には大岡山北3号館を見ることができる。カーブが終わると、緑が丘。なだらかに下り、東横線をくぐるところが自由が丘である。かつては隣接して自由が丘検索があったが、検索機能を詐欺沼に移してからは留置線のみが、 残されていた。その後も段階的に撤去され、五両編成一本分の留置線を残し、その後地は商業施設であるトレイン地に変わった。2007年11月15日をもって、平日夕方一本のみ設定されていた自由が丘業が廃止され、留置線は一旦完全に撤去されたが、その後、2009年までに5両編成一本分の留置線が復活。 平用開始し、日中に車両が留置されている。自由が丘駅から、しばらく直線に進み、右にカーブする特本物である。駅北側の上新時に安置される。区本仏が駅名の由来である。校内の両端が踏切道であるため、二子玉川より一両は扉を開閉しない。小山台は、東京都市大学世田谷キャンパスの最寄り駅である。 届きの手前で目黒通りが頭上を越える。区本物届き間はほぼ直線で、隣の駅が見通せる。届き上野月間では、東京23区で唯一の渓谷である、届き渓谷を形成する谷沢川が左を平行し、両駅。霧通しに位置する上野月では、頭上をカンパーチ通りがまたぐ。周辺は、国分寺崖線に位置し、緑が多く。 古藤美術館や多摩美術大学上野下校舎などもある。霧通しを抜けると、二子玉川駅に到着する。二子玉川駅からは、多摩川河川敷へかけての街並みが一望できる。田園都市線も乗り入れている。二子玉川駅からは、田園都市線の福々線のうちの内側2線を走行し、溝の口駅に至る。内側線には、途中の西新地駅、高津駅に、 ホームがなく、一部の各駅停車及び、田園都市線詐欺沼方面への直通列車は、二子玉川溝の口間では、田園都市線の線路である外側線を走行する。詳細は、各駅停車の節を参照。2019年3月16日現在、休行と各駅停車が運転されている。大部分は、大井町駅溝の口駅間の折り返し運行となっているが、一部に、 田園都市線直通列車があり、詐欺沼駅、長津田駅、中央林間駅発着で運転される。日中1時間あたりの運転本数は、以下のようになっている。急行、編集6000系を使用する、急行電車急行停車駅の度合い地案内旗の第3番ホーム2008年3月28日より、運転を開始した。なお、急行は、戦前の一時期にも運転されていたが、 それとは全く異なるものである。全列車が6000系、6020系7両編成で運転されるが、車両故障及び定期検査で運用、平日はほぼ終日、土休日は日中のみ運転される。平日朝ラッシュ時は、おおむね9分間隔、平日の日中、夕ラッシュと、土休日の日中は、おおむね12から18分間隔で運転される。列車種別は、 基本的に赤色で表示される。大井町溝の口間の運転が基本であるが、平日朝の上りと、平日と休日の日中毎時上下2本ずつ、夜の下りには、大井町田園都市線長津田、中央林間間で運転される列車が設定されている。これらの列車は、田園都市線内でも急行で運転され、大井町線田園都市線間の点線を、二子玉川駅で行う。 ただし、田園都市線が人身事故、隠しトラブルなどで急行運転を取りやめた場合、田園都市線内は溝の口駅詐沼駅で確定で運転、または大井町線内運転となることがある。なお、大井町線内の途中駅が始発、終点となる列車は設定されていない。途中停車駅は他の東急各線との連絡駅のみである。 上下とも旗の台駅で各駅停車に接続するほか、上りのみ、平日朝夕ラッシュ時には、上野毛駅で各駅停車を追い抜く。田園都市線直通列車はこれに加え、二子玉川駅、佐欺沼駅、長津田駅で田園都市線の各駅停車に接続する。また、日中の急行は、二子玉川駅、溝の口駅で、同じ方向の田園都市線の速達列車に、 接続している。設定当初は、ほとんどの列車が船内での運転で、田園都市線と直通運転する列車はごく一部だった。2011年には、東日本大震災後の一時期、節電のための臨時ダイヤとして、平日日中の休行が、田園都市線長津田駅まで乗り入れて運行された。2012年3月17日より、土休日日中に、毎時日本が、 溝の口駅発着から長津田駅発着に延長され、定期列車として日中の田園都市線直通急行の運行が開始された。2019年10月1日より平日と休日ともに日中の一部列車が中央林間駅発着へと延伸された。これにより大井町線急行の中央林間業が新たに設定されることになった。なお、一時期には夜間に 電園都市線先沼行きの下り急行が土休日に一本設定されていたが、長津大気に延長される形で廃止された。2017年11月4日より6両編成から7両編成への増強が開始されており、2018年2月には7両編成での運行に統一された。急行列車の運転開始により、 大井町線の1日の平均利用者数が約40万1400人から約50万3000人に増加した一方、田園都市線のピーク時混雑率は198%から184%へと低下している。旧シート、編集2018年12月14日から有料座席指定サービス、旧シートを開始した。六千二十系の三号車をロングシートから クロスシートへ転換可能な車両に置き換え、平日の大井町駅発が19時台から23時台の間の田園都市線直通の急行長津田業のうち5本を大井町駅、多摩プラーザ駅間で座席指定サービス車両として運用する。座席数は45席。座席指定料金は一律400円で大井町駅自由が丘駅間は乗降可能。 二子玉川駅、詐欺沼駅間は校舎専用、玉プラザ駅から終点長津田駅までは、フリー乗降駅となる。列車指定券は、大井町駅、旗野台駅、大岡山駅、自由が丘駅の各駅の駅窓口で販売されるほか、販売専用ウェブサイト、QC とチケットレスサービスでも購入できる。列車指定券は乗車当日の朝5時から発売され、チケットレス購入も可能である。 サービス開始初日は発売開始から3時間以内にすべての指定券が売り切れた。2019年5月には6000系の一部にも旧シートが導入されている各駅停車、編集5両編成が使用される大半の列車は大井町溝の口間の運転である。また、早朝、深夜には田園都市線詐欺沼駅発着の列車が始発、終電に 1> 各一本二子玉川駅発着の列車が平日朝に一本自由が丘発の列車がそれぞれ設定されている。一部の列車は旗の台駅での休行を待ち合わせをするほか、上りのみ朝や夕方に上野芸駅で休行の通過待ちを行う列車が存在する。一部の各駅停車は西新地駅、高津駅を通過するため、種別職により区別して案内されている。なお、 種別色が緑の各駅停車の方が多く運転されており、種別色が青の各駅停車は日中1時間に4本と早朝、深夜時間帯の詐欺沼駅発着の列車のみである。こちらは直通先の田園都市線を含めてすべての駅に停車する。2009年7月11日に二子玉川駅溝の口駅間が延伸開業するまでは種別色での表示。 案内には、青色のみが使用されていた。また、田園都市線に直通する詐欺沼駅があった。8500系による、大井町線で田園都市線を直通する、急行大井町線車両に貼り付けられているステッカー。白い矢印が、大井町線、その他の縦の線は、他の東急各線を指し、東急各線を結ぶという位置づけが表されている。 1943年の溝の口線編入から1979年までは、大井町駅から二子玉川園駅を経由し、二子玉川園駅以西の現在の田園都市線区間へ運行する形態が基本的な運行であった。なお、二子玉川園駅の降下化後は、線路配置の関係で同駅での折り返しがしにくかった時期があり、二子新地前駅に逆方向の 片渡り線を設けて、一部は日清地、前駅折り返しの列車も設定されていた。また、ラッシュ時間帯には、梶ヶ谷溝の口、鷺沼の各駅を発着する列車も運転されていた。その後、新玉川線の開業後に、二子玉川園駅駅聖からの一部列車が、新玉川線渋谷方面へ直通するようになる。1979年には、 大井町線の分離によって一部を除き、二子玉川園駅西へは運転されなくなり、大井町二子玉川園間の運行が基本となった。同時に一部のみ設定されていた西、新地駅を離り返し列車の設定がなくなり、系統分離直後に同駅の渡り線を撤去した。1979年の系統分離以前には、快速列車が運転されていた時期があったが、快速運転は、 二子玉川園駅西で行われ、現在の大井町線にあたる大井町、二子玉川沿岸では、すべての列車が各駅に停車していた。九百七十九年八月十二日から二千八年三月二十七日までは、全列車が各駅停車であった。田園都市線と直通する急行列車が二千二年と二千三年に、臨時列車として、二千六年三月十八日からは、土曜、 休日のみの定期列車として運行を開始したが、これも2008年3月28日の大井町線の休行運転開始より前は、大井町線内は各駅停車として運転し、田園都市線内のみ休行として運転した。なお、直通休行の定期運用化の時期に、田園都市線内での5乗を防ぐため、一部編成を、除き先頭車の全面下部と側面のドアと窓の間に、 大井町線のロゴ入りステッカーが貼り付けられ、帯のデザインも大井町線のカラーのオレンジのグラデーションに変更された。この時に施行されなかった編成についても大井町線内急行運転開始時に施行された。2008年3月28日に線内での急行列車運転が開始された。また、2009年7月11日に二子玉川駅溝の口駅間が 延伸開業し、現在の運行形態が形作られた。大井町線では、戦前の一時期に急行列車が運転されていた。これは、大井町二子玉川間で運行される列車のうち、浅間の上りと夕方の下りに、大井町江原町間を通過運転するものであった。古い事柄のため運転開始時期は不明であるが、1936年4月1日の、 ダイヤ改正で廃止されている。この急行には、車両の前面向かって、右側に急行板が掲出されていたが、急行表記の他に、通過駅中のべ、ヘビクボ、トゴシと表記されていた。なお、この表示の、トゴシ、ヘビクボはそれぞれ、現在の過信名駅、トゴシ公園駅のことである。大井町線では、1993年、移行大規模な改良工事が行われた。これは、 大井町線に、田園都市線のバイパス路線としての機能を持たせる、ことで、混雑が激しい道路線の混雑緩和を図るもので、ある。東急大井町線改良、田園都市線複々線化工事を実施し、以下の工事を行っていた。とどろき駅以外はすべて観光している。大井町駅ホーム拡幅と、車両全長20メートル級7両編成の列車が停車できるホーム庁を確保するため、 東端式2面2線から東端式1面2線へとリニューアル工事を実施。旗の台駅駅施設改良工事並びに、相対式2面2線から島式2面4線0に線路を増やし、環球接続を可能な構造とした上で、車両全長20メートル級7両編成の列車が停車できるように、ホーム延伸工事、自由が丘駅駅,駅施設改良工事並びに、 車両全長20メートル97両編成の列車が停車できるようにホーム延伸工事を実施。とどろけ駅現在の地上ホーム島式一面2線から島式一面4センチ下駅構造とし、両外側に急行通過線を設置する計画であるが、工事の反対運動によりまだ着工はされていない。そのため、当駅付近で地質調査などが行われている。 上野毛駅上りに急行通過線を追加し、島式一面三線構造とする。また、それに合わせて、駅本屋の新設、既存施設の改良工事、二子玉川駅大井町線と、田園都市線の位置の入れ替え工事、田園都市線二子玉川駅溝の口駅、大井町線延伸のための線像工事、溝の口駅は、相対式二面二線から、 上りが、島式一面二線下りは、相対式一面一線。梶ジガ駅改良工事完成後の大井町線の車両像に対応するために、同線用の梶ジガ車庫の建設。さらに、急行運転開始に伴う安全性向上と、列車運転間隔の短縮のため、2008年2月23日に、自動列車停止装置から、自動列車制御装置へ、保安装置が更新された。 前日の通り、田園都市線の混雑緩和を目的とした、特定都市鉄道整備事業計画の認定を1995年に、受け、大井町線内、岡山二子玉川沿間改良工事及び、田園都市線二子玉川園溝の口間、複々線化工事として工事が進められた。当初は、上記の事業名称にもある通り大井町線内の、 改良区間は大岡山から二子玉川までで、急行運転も同区間のみとされた。また、急行対比設備は、とどろ駅に上り、小山台駅に降りに急行通過線を上下線、別々に設置し、同時に両駅を地下化する計画であった。しかし、2000年に計画が変更されて、改良区間に大井町大岡山間も追加され、これにより、 大井町線改良工事は、同線全区間が対象となった。同時に、全校で述べた、急行通過線は、上下線ともに、東急電鉄ウェブサイトによると、急行運転は、本来ならば2004年の開始を予定していたが、用地買収が難航していることなどから2007年に、伸び、その後2007年度内に急行運転開始することを発表した後、2008年度内に、 溝の口駅までに延伸させる計画が発表された。そして、2008年3月28日から、大井町線内での急行運転を開始し、その後、溝の口延伸は2009年6月との発表があったが、実際にはさらに伸び、7月11日となった。工事完成後、大井町線が溝の口駅まで延伸された。二子玉川溝の口間は、複々線となり、 外側2線は、田園都市線、内側2線が、大井町線である。なお、同区間の途中にある西新地駅と、高津駅の両駅は、外側の田園都市線にのみホームがある。前述の通り各駅停車の列車は2系統になる。二子玉川溝の口間で大井町線の線路を走行して、高津、双子新地の両駅を通過する。各駅停車は種別色が、緑となり、 二子玉川溝の口間で田園都市線の線路を走行して、高津、双子新地の領域に停車する各駅停車は種別色が青となる。種別色が青の各駅停車は、この複々線区間で田園都市線の線路に転線しているため、厳密には途中で田園都市線を経由して走行していることになる。この改良工事に対して、とりわけ、轟駅周辺で、 反対運動が起きている。主な反対の理由は、轟駅周辺の地下化によって、東京23区内唯一の渓谷である、轟渓谷の流水が妨げられ、渓谷の自然が破壊される恐れがあるとの観点である。このため、世田谷区を中心として、轟駅地下化工事技術検討委員会が設立された。同委員会は、工事によって環境影響が生じないように、 第三者的立場から技術的検討を行い、2005年12月に報告書を提出した。2018年4月現在も轟駅地下化工事は着工されていない。以上の理由から、環境影響評価に伴って、轟駅地下化工事は着工できずにおり、仮に着工されたとしても相当な時間を要することが予想されることや、かつ急行運転開始を2007年度内に、 間に合わせるために、急遽計画を一部変更して、上野毛駅上り線に急行通過線が追加された。なお、あくまでもこれは、暫定的な措置であり、将来、轟駅地下化工事が完成した際は、上野毛駅での退避は行われない予定であるが、轟駅での退避に移行された後も、上野毛駅の急行通過線は撤去されず、非常用として何らかの形で使用を続けるとしている。 2019年10月時点で営業運転に使用している車両を記載する。車両のパンタグラフはすべてシングルアーム式となっているが、6000系、6020系以外は当初筆型のものを装着しており、後年にシングルアーム式に交換された。また、5両編成は、全編成とも全面体が後年にグラデーションタイプのものに張り替えられ、側面ドア横には、 大井町線のシールが貼られている。九本仏駅では、二子玉川よりの一両がドアカットを実施している。そのため、ドア日扱い装置を設置しているほか、ドアとその上部にはドアが開かない胸のステッカーを貼り付けている。なお、かつて大井町より二両のドアカットを行っていた、戸越公園駅についても、同様に、ドアとその上部にドアが開かない胸のステッカーを貼り付けていた。 両駅を通過する急行のみで運用される6000系、6020系は、ドアカットを行わないため、ドアカットのステッカー貼り付けも行われていない。大井町線では、2006年3月の田園都市線、直通急行定期運転開始の際に一部編成で、各駅停車の表示を開始したものの、大井町線内急行運転開始を経ても、全編成では、表示を行わず、 溝の口延伸までに全編成が各駅停車表示を行うようになった。1979年8月の田園都市線、新玉川線と大井町線との運転系統分離時には東横線を含めた大規模な車両の転配が行われた。大井町線という名称が復活した同時点では、手羽3450系5両編成、初代5000系5両編成、 8000系5両編成の3系列が配置されていた。この時点での大井町線の冷房車は、全23編成中わずかに編成であった。1980年には、東横線から7200系が5両編成として、転入した。1981年3月には、東横線から初代6000系が転入し、同年4月1日からは、初代6000系。 7200系中型車による6両編成運転が開始された。これに伴い、デハ3450型は運用を終了し、大井町線は全車両が高性能車となった。1981年12月には7000系が6両編成として転入するなど、しばらくの期間は、大型車5両編成と中型車6両編成との混用が続いていた。最終的には、 東横線から8090系が転入することで、中型車による6両編成の運転は、1989年1月26日のダイヤ改正に合わせて20メートル車5両編成に統一され消滅した。営業運転ではないが、東急電鉄長津田車両、2018年度の朝ラ主事の再混雑区間は、区本仏駅自由が丘駅間で、 ピーク時の混雑率は155%である。混雑率は、おおむね150%台で推移していたが、急行の運転開始による6両編成の運転開始に伴い、一旦は、混雑率が140%を下回った。その後は、輸送人員が増加傾向に転じ、2016年度に混雑率が170%を上回ったが、急行の7両編成化によって、 混雑率は再度160%を下回った。近年の輸送実績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。戸越公園駅付近にて、連続立体交差事業の事業化を進める計画がある。ありがとうございます。